ははい、えー、こんにちは、えー、競馬ブック販路調教担当の青木です、えー。今週の狙い馬ということで、えー、まずは土曜日の京都から、えー、メインレースの京都牝馬ステークスですね。まあ、本命は、まあねまあ、一番人気と思うんですが4番の花津ゴールですね。まあ、前走後も引き続き立党に滞在しておりまして出来の方は非常に安定しておりますね。まあ、ちょっとねあの線の細い牝馬ですからねこの輸送距離の短い京都コースに変わる点も。 まあ非常にいいいい材料ではないかと思います、まあ、今のねこの京都コースちょっと A コースは内目のね馬場が有利と言われてるんですけれども、まあ、それでもねこの牝馬限定戦でしたらもうこの馬が外から豪快に差し切ってくれるものと思います、まあ、ここはちょっとね2着以下は混戦と思いますんでね、まあ、あの3連単の1着固定ということで4番をね頭にしまして相手は3番6番7番 それから9番、12番、14番この6点で行ってみたいと思います続きまして、まあ、日曜日なんですけれども中京の平場のレースから2つ取り上げてみたいと思いますまず3レースの鈴鹿ルーセント、まあ、半年ぶりの一戦なんですけれども販、まあ、路では、ね、もう楽な感じでここ時計と、まあ、仕上がり上々ですのでこれはいきなりから勝ち負けと思いますあと、ね、もう1つ9レースのクローチェですね まあこちら、ね、あの久々、人だたきしまして、まあ、動きに、ね、ずいぶんきが出てきましたので、まあ、こちらも、ね、上昇必至ということで、まあ、今回は、ね、チャンスかなと思いますね。えー、以上です。